おはようございます。大人水族館のしゅんです。こちらは我が家で飼育しているクランウェルツノガエル。おっと動いた。この子は食欲旺盛でね、目の前に差し出されたものは何でもとりあえず食らいつくという、そういうカエルなんですけれども、今回この子に与える餌はこちらです。はい、こちらの巨大ゴキブリ、バンデットジャイアントフィッシングローチですね。フルアダルトのサイズですね。こんなに大きいです。やばくないですか。で、我が家のペットローチとして飼育しているバンデットジャイアントフィッシングローチなんですけども、まあ、ありがたいことにね、最近はめちゃくちゃ増えてきておりまして、増えた場合は時折餌にすることもあります。では早速与えてみましょう。どうぞ。気づいてないですね。再び。ようやく口が開いて飛びついてくれましたけれども、食べない。じゃあデュビアならどうだろう。こちらは餌用ゴキブリのデュビアですね。先ほどのバンデットジャイアントフィッシングローチと比べると大きさはね、もう全然違いますね。一目瞭然だと思います。でかいな、バンデットジャイアント。ではデュビア、じゃあワカサギ。おい、びっくりした。おっと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 、ちょっと待てよ。ワカサギは食べるね。クランウェルツノガエルってね、昆虫も食べるっていうのが基本情報としてはよくネットとかにも出てるんですけどね、本当に食べないんですよね。もしかしたら個体差とかのね、関係もあるのかなと思って、今までツノガエル何個体か飼育して見てるんですけれども、どの個体も昆虫は好んで食べないですね。よっぽど腹ペコの時にデュビア1匹食べるかなぐらいで、やっぱりそれ以外はね、ほとんど魚類がお好みみたいでね。少し前にネズミあげた時はね、すぐ食べたりとか、ささみもよく食べてくれますね、ツノガエルね。とはいえ昆虫はあまり好きではないようです。おっとおっと、近づいてきた。昆虫はあまり好まないみたいですね、やっぱりね、ツノガエルはね。おい、食べた。食べますね。はい、というわけで、本日の餌はいつも通りワカサギでしたね。ワカサギ、ささみあたりがまあ買いやすくてコスパも良くて、餌としてはいいかなという感じですね。まあ、ネズミもね、だいぶお好きなようなので時折与えようかなと思いますけれども、そんな感じで今回の動画はこれで終わりです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。